はい、こんにちは。シャンダイシンヤですえ。今日は僕の体験談をシェアしたいと思います。それがこちらです。オンライン英会話レッスンを3年間で1000回受け続けた結果ということで、えちょうどですね、今この動画を撮っている時点で、え僕の受けている DMA 会話というのを、ね、受けてるんですが、そこの、ね、会員ページを見ると、25,050分と書いてあって、これ25分間。1回レッスン25分なので割ると、1,002という数字になるので、1,002回ちょうどレッスンが終わったという状況です。 で、まあ、ちょっといい節目かなと思ったので、ここで一回ね、ご報告動画を撮ろうと思って、えー、情報をシェアしたいと思います。 で、僕はですね、えー、ちょうど2020年の10月の下旬から、オンライン英会話レッスンを受け始めて、で、それが初めてのオンライン英会話だったんですが、まあ、そこからですね、ちょっと定期的に、えー、最初始めたばっかの時と、えー、最初の半年だったかな。で、1年目とかって感じで、こう、節目節目でね、いろいろご報告の動画を撮っています。で、今回は一応1000回記念ということでね、えー、1000回やったらどうなるのかというのをね、えー、ちょっと参考までに、えー、僕のケースということでね、お伝えしていきたいと思います。 で、僕はですね、実際これ受けてみて、思ったのが、あの、1000回受けてくるとね、だいぶ変わってくるなというところで、えー、すごくね、変化を感じてます、正直。もう3年間経つとね、だいぶ変わってきますので、最初の頃、1年目と比べてどう変わったかというのをね、まずお伝えしていきますね。で、まず最初、僕の1年目はどんな感じだったかというと、えー、まずね、毎回ドキドキでした。もう本当にね、オンライン会話に慣れてない頃というのは、あの、すごくね、緊張しましたね。で、僕はそれまで、えー、オフライン、生で、 え、外国人の人と話すことには慣れてたんですが、オンラインで1対1で話すって経験がなかったんですよ。それがね、なんかやたら緊張しましたね。やっぱちょっと雰囲気が違うというか、もう他にね、あの、仲間がいないので、もう自分とその先生と向き合って、しかもし初対面の先生が結構多かったので、もう毎回毎回ね、ドキドキしてました。 で、その結果、ものすごい緊張するので、毎回終わるたびにヘトヘトになっていたっていうのはね、最初の1年目です。もう本当とね、30分、まあ、25分なんですけど、25分間終わった後に、あー終わったー、みたいなね。もう、すごい疲れちゃって、しばらく放心状態になるみたいなね。そんな感じでした。なんでね、初心者、英語初心者の方が英会話レッスンを受けたら、もっと僕よりも何倍も疲れてると思うので、毎日続けるって本当大変だなというふうにね、その時感じたのを覚えてます。 で、次はね、予約が大変ということで、え僕はですね、DMMA 会話というところを使っているんですが、そこで1日 1, 1レッスンプランっていうのを使っています。で、その仕組み的にはえ、今日のレッスンが消化しましたと。全部終わりました。で、その時点で次の日のレッスンを予約できますよっていう仕組みなんですね。なので、レッスンが終わらないと次のレッスンを予約できないって仕組みなので、まあそういう意味では、このヘトヘトになって毎回疲れた後に次の予約をするってことをやっていました。 で、これ時間空いちゃうと予約するの忘れたり、あるいはね、あの自分のお気に入りの先生がすでに他の人に取られちゃったりとかってことが結構あるので、えー、終わったらすぐに予約するってことをやっていたんですが、この予約がね、なかなかこう先生が決まらなかったんですよ。まあ自分のお気に入りの先生がいれば、空いてればそこでパッと取れるんですが、なかなか結構争奪戦で人気の先生っていうのはすぐに埋まってしまいますので、えー、毎回毎回僕にとっては新しい先生を選ばなきゃいけなくて。 で、自分に合う先生どれかなっていうのを見て、で、DMM ってすごくいいところがあって、あの、先生の自己紹介動画を YouTube で見れるっていうね、まあ、そういう仕組みがあるんですよ。で、その会員ページから入ってて予約ページから見ると先生の自己紹介ページがあって、で、その自己紹介ページの中に動画が埋め込まれてるので、そこをクリックすると YouTube の動画を見れる。で、そこで先生の話す英語のアクセントとか、あと話す時のその笑顔の雰囲気とかっていうのが見えて、あ、この先生だったら話しそうかなとかっていうのをチェックできるんですが、まあ、これがハマってしまうとですね、 もう何度も何度もいろんな先生をこう見漁ってしまうんですよね。で、この見漁ってる間にいいなと思った先生が他の人に予約されちゃうっていうね。まあこういうスパイラルにはまってしまって、あの、ドツボにはまってですね、もうずっとね、予約がちっとも終わらないってことをやってて。まあ下手したら長い時だったらもうね、30分とか1時間ぐらいずっとその先生の動画見てる時で終わっちゃうみたいな。で、結局予約終わってないみたいな感じになってて、結構ね、あの、大変でしたこれ。本当に予約するのが疲れちゃって。 毎回毎回ね、次の日の予約がすごく苦痛だったのを今でも覚えています。で、そうやって苦労して予約したにもかかわらず、予約を忘れるということをね、やってました。え、これはですね、レッスン時間を全く固定してなかったので、え、今日は何時、今日、次の日は何時みたいな感じの、この予定をですね、僕結構あの、忘れちゃうんですよね。ちゃんと書いとかないと。で、書くのを忘れたりしたらもう忘れちゃって。で、書いてあったとしても、ちゃんとこうリマインドで、例えばスマホで音が鳴るとかってしとかないと、 もうすぐ忘れちゃって気がついたらもうレッスン時間終わってるみたいなことが結構あったんですよ。これ結構凹んでましたね、最初の頃は。あーもうレッスン料金無駄にしたーみたいな感じでね、すごいね、心があの折れかけたのを覚えています。で、じゃあ、ね、3年経った今どうかっていうことなんですが、これがね、大幅に変わりましたね。えまず、緊張感はゼロです。もう本当にね、ゼロなんです。もうレッスンを受ける前にドキドキすることもないですし、レッスン受け終わった後にもここなんですが、 緊張もないので、逆に言うとこの元気になるってことですね。最初の頃は疲れていました。でも今は元気になるんですえ。なぜかって考えた時に、やっぱコロナ禍が結構大きいかなと思っていて、そのコロナ禍で人に会えないような状況の時に、僕にとって唯一家族以外の人と話す機会っていうのが、オンライン会話っていう時期があったんですよね。で、結構まあみんなそういう時期が多かったと思うんですが、で特に僕の場合だと一人ビジネスをやってますので、会社員の頃みたく同僚がいないわけですよ。 だなおさらこう人と接する機会が減ってしまうっていう中で、英会話レッスンの先生との25分間の会話というのはですね、すごいなんか元気をもらえたっていうのがね、あります。で、これは今でもそうです。今でも仲のいい、気の合う先生と話すとすごく元気になります。で、緊張がない状態で、楽しく話せるので元気になるっていうのがすごくね、今いいところですね。なので、一日の中ですごく英会話レッスンの時間が楽しみになってるっていうのがね、あります。 で、あとは予約が10秒で終わるようになったっていうのは結構大きいですね。え、最初の頃は30分とかかけてたのに、もう、すごい減りました。で、なぜかっていうとですね、え、僕の中でもう、お気に入りの先生っていうのがだいぶ固定されてきまして、で、その数が増えてるので、え、誰かしらお気に入りの先生が空いてるっていう状態を実現することができるようになりました。ので、え、自分がお気に入りの先生のリストの中から、あ、明日はこの先生が空いてるのか、じゃあこの先生にしようって感じで、あんまりこう迷わなくなったっていうのがあります。まあ、これはやっぱ続けてきたからこそだと思います。 で、あと、時間は固定ということで、これどういうことかというと、レッスン時間を僕はもう完全に固定しています。もう自分に都合のいい時間をカチッと固定して、で、その時間になったら必ずレッスンを受けるっていうふうにしているので、もう体がその時間を覚えているのでえ、結果的に、まあ僕の場合だとちなみに夕方の5時半なんですが、5時半になったらもうレッスンの準備に入る。 まあ、デーレッスンをしようかなっていう気持ちになるっていうね。まあ、そういうようなね、仕組みになってるのでえ、絶対忘れないということです。人によってはね、本当にお気に入りの先生を取ることを重視して、その先生が空いてる時間をランダムに取っていくって人もいると思うんですが、まあ、僕の場合は人重視ではなくて、もう完全に固定でいく、時間重視でいくことにしました。 まあよっぽど自分自身にその時間に予定が入らない限りはもう時間固定で受けるようにしています。これ結構いい方法だなと自分でも感じています。まあ、実際に、ね、通学コースのレッスンとかを受けるときってだいたい固定なんですよね。まあ、僕もあのリアル対面の英会話スクリールに変えてた時期もあったんですが、その頃というのはね、本当にあの毎週何曜日の何時って決まってたので、それが逆に分かりやすかったんですが、オンライン英会だと逆に自由がありすぎるので、いつでも受けられちゃう。逆に言うとその受ける時間を忘れちゃうっていうのがあったので、まあ、逆に僕は固定してしまったという感じです。 っていうのがね、一応この変化ですね。で、あと漢字の英語力どうなのかっていうことなんですが、えー、ここがね、非常に大きいです。えー、日本語から英語の切り替えがめちゃくちゃスムーズになりました。これが僕がオンライン英会話を始めた理由でもあるので、その英語を話そうと思った時に、ちょっと頑張らなきゃいけない感じ、よっこらせっていう感覚がなくなりたい。それをなくしていきたいと。もうシームレスに英語から日本語に切り替えるようになりたいと。脳みそ。っていうのが僕の ゴールというか、望んでたことなので、それがね、3年目にして達成できました。これね、すごいね、嬉しいですね。本当に今、例えば、普通に仕事をしてて、部屋で。であ、時間になったと、5時半になったって思ったら、素早く脳が切り替わって、そして、先生、英会話の先生がパーンとね、外国人の先生が画面に映し出された瞬間に、パッと英語に切り替わるっていう感じです。でむしろ切り替えてる感覚もないですね。 あの、見た瞬間に、Hi, how are you? みたいな感じで、パッパッパッとこう話がしていって、で、終わった後も、なんか英語と日本語の、この境目があんまりないっていうんですかね。なんで、例えば、あのスーパーに買い物に行きましたと。で、そこでちょっとすれ違った人にちょっとぶつかりそうになりましたって時に、ついつい口をついて、Excuse me! って言ってしまうことがあります。で、これはもう本当に脳みそが、その英語と日本語を区別してない証拠かなと思っていて、結構そういう感じになっちゃうんですよね。 で、あと子供に話しかけられた時も、なんかね、ちょっと英語が出ちゃうことがあるんですよ。で、それと子供は、えはみたいな感じでポカーンとするんですが、あの、そういう感じになってますね。あの、自分の中でこう、無意識ゾーンで英語と日本語のこの境目がなくなってきているっていうのが結構大きいですね。で、これはやっぱね、オンライン英会話ならではかなと思います。オンライン英会話というのは、その日常の中に溶け込む感じがするわけですよ。あのつまり、自分の部屋の中に、 え、パソコン画面の中に先生がやってきてお話をするっていうのは、やっぱり自分がその足を運んで通う英会話スクールとは違う感覚がするので、自分の日常の中に英会話が溶け込んでいるっていうのが、やっぱオンライン英会話の最大のメリットなのかなと思っています。で、さらにやっぱね、安い料金で、え、毎日毎日受けられるっていうのもすごくいいところですよね。まあそういう意味では、オンライン英会話のレッスンのメリットというのを僕は3年目にして今、すごく多く受け取っているという感じです。まあ、このね、投資元をこう回収してる感っていうのがね、本当。 ここ最近になって大きく感じ始めたなというところですね。で、僕が実際喋ってるシーンを見たいって声も結構あるので、まあ、そこはちょっとね、別のところで、レアジョブ英会話というところで、えー、やった。 ところをね、あの、録画したものを僕はアップしてますので、え、それをよかったらご覧ください。この動画しの,の概要欄にね、リンク貼っておきます。まあ、流暢さという点で言うとね、ほとんど変わってないと思います。あの頃と。この、レアジョブ撮ったのも、えー、そんなに前じゃないのでね、1年も経ってないのかなっていう状態なので、えー、その頃の流暢さと今はそんなに変わってませんが、 頭の中でもこの切り替えのスムーズさっていう点で言うと結構ね差は出てるなぁと思いますね。あの本当にここ最近急にスムーズさが増してきたなぁという感じがします。やっぱこれで3年目っていうのもありますし1000回目っていうのもあると思うんですがあのこのぐらいの回数をこなしていくとやっぱこういう風になってくるんだなぁっていうのをねすごく感じます。で、あともう一つですね。自分に合う先生のタイプがわかるようになったということです。 まあ、とま、つまり自分が話しやすい相手。まあ、やっぱどうしてもね、性格的に合う相手、合わない相手っているんですよ。で、その中で、いや、この先生とは性格が合うな、たくさん話したいな、ね、話題も合うなっていう先生いるので、えそういう先生のタイプっていうのがわかるようになってきました。ので、まあ、今はですね、あの、前はね、ちょっと合わない先生とあえて話してみて、で、ちょっとね、自分を鍛える、メンタルを鍛えるみたいなこともやってたんですが、まあ、今はお気に入りの先生の中だけで回しているっていう感じです。で、その中で、まあ、日本人に合う、 性格タイプのえ文化を持つ国の先生たちっていうのが結構見えてきたので、これはですね、ぜひ、あの、英会話初心者の方にも役立つかなと思いましたので、ちょっとお伝えしていきますね。え僕が実際に受けてみて感じている、まあ僕が実際に仲のいい先生たちの国っていうところですね。えこれはね、三つあります、大きく。一つはまず、南アフリカです。これはね、実際に、 オンライン英会話レッスンを受け始めるまでは、僕、南アフリカの人とね、接する機会なかったんですよ。あんまりね、こう、日本に移住してくる人も少ないので。なので、普通にこう、通っている、えー、学校があって、日本の英会話スクールに通っている時には、出会えなかった人たちってのが南アフリカの先生たちなんですが、オンライン英会話になると、一気にその、選択肢が広がって、数が増えるんですね。で、南アフリカというのは、もう、公用語は英語なので、もう完全にネイティブなんですよね。 ま、実際話してても、ほとんどね、他の国、まあ、イギリスとかアメリカ人の人と話すのと変わらない感覚でお話ができます。で、文法的な質問なんかしても結構詳しく教えてくれるので、ま、ほんとにネイティブだなと感じます。で、この南アフリカの文化的にですね、結構僕日本に近いんじゃないかなって思うんですよ。まあ、もちろん人にもよると思いますよ。ですが、国全体の文化としては結構日本文化に近い部分あるよなって感じたりすることあるんですよね。 で、いっぱいお話ししてて、あそこ日本と一緒だね、とかって感じることがあるし、であとはやっぱ先生の、その姿勢っていうんですかね。あの、結構ね、西洋の方って、あの、ドバックって言葉があるんですが、こうリラックスした状態。ちょっとこうやってね、こういう感じで、リラックスした状態がかっこいいみたいのがあるんですが、南アフリカってあんまそういうのがないみたいで、割とね、日本人みたいにシュッとこうね、まっすぐ立って、で、真面目に話す先生が多いっていう感覚ですね。 すごいニコニコして愛想よく話してくれる先生も結構多いですし、なんかね、あのランキングで見てもランキングが高い先生ってのは結構南アフリカに多いですね。あのカスタマーレビューですね。実際に生徒さんたちがこうレビューして、星の、星5個中いくつみたいな感じでレビューしていくんですが、その数が多いのは結構南アフリカの先生たちだなっていうふうに感じます。やっぱそれは文化的なこのおもてなし精神みたいなのもあるのかなっていう風うに感じますね。で、次がですね、イギリスです。 これはね、イギリスってやっぱね、島国っていう点で日本と似てる部分があるんだなぁと感じるんですが、結構やっぱイギリスの先生って日本人と話してる感覚に近いところがあったりするんですよね。で、この間ね、ちょうど話してた時に、わぁ、それまさに日本じゃんって思ったのが、あの、イギリスにも実は本音と建前ってあるらしいんですよ。で、イギリス人が喋ってる英語の意味がアメリカ人にはわからないみたいなのが結構あるらしいんですね。で、真逆のこと言ったりとかすることもあるらしいんですよ。 なんかすごい愛想よく振る舞われてると思ったのに、実は良くないことの裏返しだったみたいな。そういうことが結構あるらしくって。で、その表をまとめた。なんかイギリス英語でこう言った時には実際はこういう意味だよみたいな。反対の意味だよみたいなのをまとめた表があって。で、その表が結構 SNS で人気を博してですねあの。バズったって話を聞いたんですね。で、それ実際シェアしてもらって見たんですが、うわ、めっちゃ日本に似てるっていう,うね、感じました。 で、日本でも結構ありますよね。例えば、京都とかで、えー、お茶を出されたら、帰れって意味だ、みたいなのありましたよね、確か。だからそういうのもあったと思うんですが、あと、ご飯食べてきませんかってね、ご飯食べますかって言われたら、もうご飯の時間だから帰れって意味だ、みたいなのがね、あの、よくネタとして取り上げられますが。まあそういうのがね、結構日本も、この本音の建前みたいなのがあると思うんですが、その言葉の裏を読むみたいなのが、イギリスにもあるらしいんですよ。 で、これが、実はイギリス人にとって、他の国の人とこうコミュニケーションするときの支障になることがあるって聞いて、えーと思ってね、なんかまさに日本じゃん、それって思ったのを覚えてます。まあそういう点で言うと、やっぱアメリカ英語とイギリス英語って全然違うんだな、というのをね、感じますね。ということで、イギリスの先生たちとは僕結構相性がいいな、と感じます。まあ他の日本人の人たちも、イギリス人とは会うってことをね、言ってるっていうふうにね、その、あの、イギリス人の先生から聞いたので、やっぱりね、文化的に相性がいいんじゃないかなと思いますね。 で、あと、日本に住んでるアメリカ人ってとこでね、え、アメリカ人もね、いろいろあるんですが、割と日本に移住してくるアメリカ人の人というのは、日本文化がすごく好きな人が多いんですよ。だから日本文化をすごく勉強してるし、え、日本文化に合わせようという気持ちもすごくある人が多いんじゃないかなと思います。で、あとは、日本人の配偶者がいる人、奥さんとか旦那さんが日本人っていう人も、かなり日本文化に溶け込んでるので、こちらを理解してもらえる。 ね、初心者でも上級者でもこちらの意図を汲み取ってしっかり対応してもらえるっていう点で、すごく話しやすいなと思います。まあ、僕も自分とすごく気の合う先生で、アメリカ出身の方がいるんですが、その方もこのね、日本に住んでいるアメリカ人っていうね、まあ、そういう状況なので、あの、やっぱね、結構日本に住んでいる人をもし見つけることができれば、オンライン上で、そしたら結構ね、狙い目かななんて思っています。 ちなみによく聞かれるご質問で、この3年間続けてくる間に、他の英会話スクールに乗り換えようと思ったことありませんかっていうふうに聞かれることあるんですね。 で、この答えは僕はありませんということです。え、なぜかというと、僕はね、人で選んでいるからなんですね。え、この3年間の間に、お気に入りの先生を見つけて、この南アフリカ、イギリス、アメリカ人っていうね、先生たちとすごく仲良くなっているので、え、その先生たちがいるのが自分のやっている d m m 英会話なので、え、その先生たちが別のプラットフォームにいるんだったらまだそっちに行くかもしれませんが、あの、とにかく僕はその人たちを気に入っているので、え、その人たちと話すために、 DMMA 会話を続けてるっていう感覚なので、そういう意味で僕は他のプラットフォームに移ろうと思ったことはないですね。 まあそういうね、まあ僕は人で選ぶっていうタイプなんですが、まあ人によってはね、システムとか受けやすさとかね、料金とかで選ぶ人もいると思います。まあ最初はそこから入っていくと思うんですが、まあある程度長く続けていくと、も、ま、う、あ、そこにいる先生が自分の中のお気に入りになって、で、その先生がいなくなってしまうぐらいだったらここに居続けようみたいな感じになると思うので、まあ結果的にですね、僕はずっと同じ d m m 会話でやり続けているという感じです。はい。以上が僕が3年間オンライン会話を続けてきて、気づいた学びでした。 もしあなたが今年オンライン会話を始めようと思った場合ですね、3年後どの、どんな自分になってるのかなとかっていうのを想像する一つのきっかけになったらいいかなと思ってね、今回シェアしました。もちろんね、あの、自分がどのタイミングで、どのレベルで、 オンライン英会話を受け始めるかっていうのも結構違いますのでね。人によってもちろん伸びしろっていうのは変わってくると思うんですが、まあ、僕は一応自分がある程度英語力を高めた後で始めたっていう上でお話してますが、まあ、それでもですね、先ほどお伝えした通り、最初の頃はめちゃめちゃ緊張しましたし、毎回レッスンの後ヘロヘロになるってことを経験しましたので、もう本当にね、初心者の方がオンライン英会話を毎日続けてますって聞いたら、もう尊敬しますね。もうすごいことだと思います、それは。 なんでね、まあ毎日受けててもなんか上達してないなーって感じるかもしれないんですが、とにかく続けることって本当にすごいことだと思うので、えぜひですね、これからも続けてみてください。で、もしこれから始めるよって場合はね、まあ最低でも3ヶ月間はちょっとね、踏ん張ってみるというのをお勧めします。で、もしね、苦しいようだったら毎日受けるって必要ないと思うので、例えば週に2、3回とか、そういう感じでちょっとね、数を減らして、で、負担を少し減らした状態で受けてみるってのもいいんじゃないかなと思いますね。 で、逆に上級レベルからオンライン英会話を始めるよって場合は、毎日受ける方がいいんじゃないかなと思います。まあ、毎日受けることによって自分の生活の中に英会話が当たり前に存在する、溶け込んでくるっていうね、まあ、そういう感覚を味わうことができます。でそれによって、日本語脳から英語脳に切り替えるスピードも上がってきますし、まあ、自分が話している時にうまく話せなくても凹まない。 気にしない。そういうメンタリティを養うこともできるようになると思います。結構ね、上、レベルが上がれば上がるほど、自分のミスが見えてしまって、ああ、今言い間違えちゃったとかね、すごい基礎的な三単元の S が抜けちゃったとか、単数複数間違えちゃったなんてのね、あるんですよ。 ちなみに僕今でもしょっちゅうありますからね。単、えー、数複数間違えるとか、後座が抜けるとか、えー、三卓のやつが抜けるとかって結構あるんですよ。もう本当に内容にフォーカスして素早く喋ろうと思った場合は、どうしてもね、文法ミスって起こるもんなんですよね。でもそういうなんかできない自分を受け入れて気にしないで、そして先に進んでいくっていうね。まあそういうメンタリティも養えるので、えー、ぜひね、上級者の方でオンライン会を始める場合は、まあ毎日受けるのがおすすめです。まあ、とはいえですね、 週に1日は英語から完全に離れる日を作るのが僕はお勧めしています。僕もですね、毎週日曜日と決めて、日曜日は英語から離れる日ってに固定してますので、実際には週の中で6日間、オンライン英会を受け続けているという感じです。あと年始もね、正月3月日まではお休みを取りました。 っていう感じでね、ある程度やっぱ休むってことも大事だと思いますので、えー、特に中上級者になってくるとね、えー、毎日やらなければって自分を追い込みすぎてしまう部分があると思いますが、まあ、英会話も、まあ、楽しければ別にね、あのどうしても今日あの先生とお話したいとかあればいいと思うんですが、まあ、中上級者になってくるとだんだんこんなに自分のレベルをあより上に上げようと思って、えー、一日も休まないようにしなきゃーとかってね、感じでね、なんか休むことがすごく難しくなってきちゃう。そんな人も多いと思うんですが、僕もその気持ちわかるんですが、でもやっぱりね、しっかり英語から離れる日も作っていくことによって、確実にね、疲れを食べずに に英語力の伸びを確保していくことができますのでよかったら必ずね週1はお休みする日にしてくださいはい、ということでね以上になります、まあ、またなんか、ね、節目になったらまあ、多分この次は この残りの回数がですね、198回ですね。まあ、ちなみに今これね、あの僕マスターって書いてあるんですが、これあの、積算時間が増えるにつれて、だんだんこの名前が、称号が上がっていくんですよ、タイトルが。で、これが今マスターに来てるんですが、多分次がね、なんだろうな、ちょっとすごい、この上が多分あるんでしょうけど、この上に行くまでに198レッスン設けなければならないので、えー、そう考えたらですね、 まあ、一年の三分の二ぐらいありますので、まあそのぐらいになったらまたね、ちょっとここで一回色が変わりましたってご報告と、そこでまた学び、体験、シェアなんかもしていきたいと思いますので、よかったらチェックしてみてください。はい。では以上です。Thank you for watching!See you later!